関東軍、関東軍は、大日本帝国陸軍の総軍の一つ、1942年、昭和17年10月1日以前は、軍の一つ。大日本帝国の中華民国からの租借地であった、関東州、遼東半島先端の守備、及び南満州鉄道付属地警備を目的とした、関東都督府の守備隊が前進。司令部は当初旅順に置かれたが、満州事変後は、満州国の首都である新京に移転した、現在の長春市であり、司令部跡は、中国共産党吉林省委員会本部となっている。関東軍の名称は、警備地の関東州に由来し、関東とは、万里の長城の東端とされた山海間の東側、つまり、満州全体を意味する、日本の関東地方とは関係ない。張作霖爆殺事件や満州事変を独断で実行したことは、1920年代からの外交安全保障戦略を、現地の左官級参謀陣が自らの判断で武力転換させたことを意味し、その後の日中戦争、支那事変や太平洋戦争、大東亜戦争に至る日本の政治外交過程を大きく揺るがす契機となった。なお、満州事変は参謀本部、陸軍省といった当時の陸軍中央の国防政策らも逸脱していた上、明確な軍規範であり、大元帥たる昭和天皇の許可なしに越境で軍事行動をすることは死刑に処されるほどの重罪であったが、首謀者たちは処罰されるどころか皆出世した。日露戦争後にロシア帝国から獲得した租借地、関東州と南満州鉄道、満鉄の付属地の守備をしていた関東、都督府陸軍部が前進。1919年、大正8年に関東都督府が関東庁に改組されると同時に、台湾軍、朝鮮軍、支那駐屯軍などと同じ軍たる関東軍として独立した。司令部は、同年4月12日、関東州旅順市、初音町に設置され、翌日13日から事務を開始した。当初の編成は独立守備隊6個大隊を隷属し、また、日本内地から2年交代で派遣される中等1個、師団、隷下でなあくまで指揮下のみである、小規模な軍であった。1919年4月25日、関東都督府旅順陸軍軍法会議を、関東軍旅順陸軍軍法会議に、関東都督府遼陽陸軍軍法会議を、関東軍遼陽陸軍軍法会議と改称することを決定し、同年5月1日に施行した。同年5月16日、関東軍憲兵隊を配置した。1928年には、北伐による余波が満州に及ぶことを恐れた、関東軍高級参謀、川本大作陸軍不評大佐らが、張作霖爆殺事件を起こす。しかし、張作霖の後を継いだ息子、張学良は、国民政府への帰属を表明し、易し、工作は、裏目となった。そのため1931年、石原莞爾作戦課長らは、柳条湖事件を起こして、張学良の勢力を満州から駆逐し、翌1932年、満州国を建国する。当初、犬飼武志首相は、満州国商人を渋るが海軍青年士官らによる 5.15 事件により殺害され、次の斉藤実内閣は、日満議定書を締結し満州国を承認する。その後、関東軍司令官は中満大使を兼任するとともに、関東軍は満州国軍とともに満州国防衛の任にあたり、一連の満蒙国境、紛争にあたっては多数の犠牲を払いながら満州国の主張する国境線を守備する。関東軍司令部は1934年に満州国の首都新京し、日本の敗戦後、旧名の長春に戻るに移った。一方で、1917年のロシア革命と、その後の混乱により弱体化していたソビエト連邦は、1930年代中盤頃までに第一次及び第二次豪華年計画を経て、急速にその国力を回復させていた。当初日本側は、ソ連軍の実力を過小評価していたが、ソ連は日本を脅威とみなして、着実に赤軍の極東軍管区の増強を続けていた。1938年の張古凡事件で、朝鮮軍隷下の第19師団が初めてソ連軍と交戦し、その実力は侮りがたいことを知る。さらに1939年のノモンハン事件では、関東軍自身が交戦するが、大きな損害をかぶり、日本軍内では北進論が弱まる契機となった。なお、ノモンハン事件の隕石で、上田県基地司令官、磯谷連介参謀長ほか多くの将校が更迭、予備役編入されている。これらの武力衝突により、ソ連軍の脅威が認識されたことや、第二次世界大戦の欧州戦線の推移などにより、関東軍は全時増強され、1936年には関東軍の編成は4個師団及び独立守備隊5個大隊となった。そして、翌1937年の日中戦争、支那事変勃発後は、続々と中国本土に兵力を投入し、1941年には14個師団にまで増強された。加えて、日本陸軍は同年勃発した独ソ戦に合わせて、関東軍特殊演習、赤特演と称した準戦時動員を行った結果、同年から一時的に関東軍は兵力74万人以上に達した。西京100万関東軍、無敵関東軍などと謳われていたのは、この時期である。なお、同年4月には、日本とソ連との間で、日ソ中立条約が締結されている。1942年10月1日には、部隊編成が、従来の軍から総軍へと昇格。関東軍は支那派遣軍や南方軍と同列となり、司令部、関東軍司令部は、総司令部、関東軍総司令部へ、従来の司令官は、総司令官、参謀長は総参謀長、参謀副長は総参謀副長へと改編された。しかし、太平洋戦争の戦況が悪化した1943年以降、重点は東南アジア、南方方面に移り、関東軍は戦力を抽出、転用され、また、日ソ中立条約により、ソ連軍との戦闘がなかったため、関東軍も進んで、片軍に戦力を提供した。その埋め合わせに1945年になると、在留邦人を対象に、いわゆる根こそぎ動員25万人を行い、数の上では78万人に達したが、その練度、装備、指揮など、あらゆる点で、赤特演期より、はるかに劣っており、満州防衛に必要な戦力量には、至っていなかった。1945年5月ドイツ敗北後、ソ連軍の極東への移動が活発になった。6月4日に前総司令官である、梅津参謀総長は、大連に赴き、日ソ開戦時、一部の満州地域を放棄し、防衛線を段階的に大連新京都門の三角線まで南下させ、持久戦に持ち込む作戦を関東軍に命令した。同年8月9日、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄したい日産戦。満州に侵攻してきたソ連軍に対し、駐日大本営は朝鮮防衛と司令部の移転を命令した。14日、関東軍司令部は通下に移転。これによって、関東軍は開拓植民を見捨て逃げ出したと後に非難されることとなった植民を守る部隊が全く存在しなかったゆえに、葛根病事件という悲劇が起きた。一方で、大連新京防衛ライン、満鉄連京線を指すでは、後方予備として温存していた9個師団を旗艦とする。第3方面軍が展開して、実際に持久戦が起とされていたが、反撃に移るまでに8月15日の玉音放送を迎えた。正式に降伏と停戦の命令が、満州の関東軍総司令部に伝えられたのは16日、夕方であった。徹底抗戦を主張する参謀もいたが、山田乙三総司令官は、夜10時に停戦を決定し、関東軍の諸部隊は逐次戦闘を停止した。ただし、一部の前線部隊には停戦命令が到達せず、8月末まで戦闘行動を継続した部隊もあった。停戦後、関東軍将兵の多くは、ソ連の捕虜としてシベリアへ抑留され、過酷な強制労働に従事させられ、多数の死者を出すこととなる。総司令官の山田乙三陸軍大将や、参謀の妹島隆三陸軍中佐ら関東軍幹部は11年間の長期にわたって抑留される。近衛文麿公爵の嫡男で、近衛家当主の近衛文孝陸軍中尉は、シベリア抑留中に獄死した他、当主が不在となった近衛家は、文麿の外孫の近衛忠亮が継ぐこととなる。また、八十軍の捕虜になった、林家一郎陸軍少佐の第4連星飛行隊は、東北民主連軍航空学校を設立し、中国人民解放軍空軍の礎を築いた。昭和6年10月5日から第1課長、昭和16年10月5日から第2課長、昭和16年10月5日から第3課長、昭和16年10月5日から第4課長、報道部長は参謀の発令を受ける。補給官は昭和17年10月20日に新設され、参謀長が兼任した。昭和13年8月1日に参謀部、第2課別班として設置され、研究部と俗称された。昭和16年5月15日に特殊情報部に改編、昭和19年6月30日に特殊情報隊に改編。創設当初は関東軍参謀部、第2別班と称した昭和16年5月31日、追記部へ改編、昭和20年5月25日建設団へ改編。昭和14年8月1日に技術部から独立。関東軍貿易給水部の江山省。関東軍群馬貿易省の江山省。関東軍野戦鉄道司令官として設置、昭和19年12月16日、大陸鉄道司令官と改称。準不動、主任参謀、課長レベルになっていないもの。なお網羅的な資料が存在しないため、関東軍のすべての時代の参謀の使命を把握することはできない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。